こんにちは、ケンです。今回は野毛桜木町の第2部です。第2部では震災後の復興から戦中戦後昭和の発展までを解説していきたいと思います。現在のみなとみらいの玄関口である桜木町、そして神奈川を代表するディープスポット野毛の発展の歴史にどのようなことがあったのか、早速見ていきましょう。第1部の最後に触れた通り、大正12年の関東大震災により野毛桜木町は大きな被害を受けました。その被害の大きさから地方へ避難する人も数多くいたと言われています。そして開業からわずか8年にして焼失した2代目横浜駅ですが、その基礎部分の遺構が現在の高島駅近辺に残っています。現在の地図ですとこの辺りになります。マンションの敷地内にあるように見えますが、公開場所は誰でも自由に見に行くことができます。そして大正12年からおよそ5年後の昭和3年に3代目横浜駅が現在地で開業されることになります。横浜駅の移転を含め震災以降、町の復興は迅速に行われました。市電の復興活動が行われ、1ヶ月後には路面電車は再開したと伝えられています。一方、野毛はどうでしょうか。現在野毛山公園、野毛山動物園があるあたりはかつて明治時代の実業家であった茂木宗兵衛や原善三郎の別荘がある私有地でした。その地も関東大震災により壊滅的打撃を受け、震災復興とともに公園建設が行われました。市民の憩いの場として国が整備したものを大正15年に横浜市が管理することになり、野毛山公園が誕生します。昭和4年、震災復興政策の一つとして桜木町に横浜興産館が設立されます。この横浜興産館は身体障害者や知的障害者、家庭の事情で就業が困難な人に対し就労の場や技能取得を手助けする受産所などが入った複合施設でした。ちなみに昭和17年から36年まで桜木町駅前にあったこの興産館に中区役所が移転され、区役所として機能します。そして昭和8年、当時20歳の吉田守によって野毛町1丁目に現存する日本最古のジャズ喫茶ちぐさがオープンします。しかし後の横浜大空襲により焼失します。野毛桜木町から少し話はそれますが、震災後の復興事業の一つとして横浜の地に日本初の臨海公園が完成します。関東大震災で崩壊した横浜市内の瓦礫によって埋め立てられ建設された山下公園です。そして昭和10年3月から5月にかけて関東大震災復興記念として横浜市の主催により復興記念横浜大博覧会が開催されます。しかし震災後の復興により発展し安堵できたのも束の間のことでした。昭和14年9月、ドイツ軍によるポーランド侵攻をきっかけに第二次世界大戦が勃発。その後昭和16年12月の日本軍によるマレー作戦開始により太平洋戦争が開戦します。そして昭和19年の12月から計29回もの空襲が横浜を襲います。画像は昭和20年6月撮影のもので、左下に桜木町駅、中央のビル群は伊勢佐木町です。死者3650人、罹災者30万人を超す大きな被害をもたらしました。そして昭和20年8月15日正午、昭和天皇がポツダム宣言を受諾し、終戦を告げる終戦の詔書を朗読した音声、いわゆる玉音放送がラジオで放送され、第二次世界大戦が終結します。戦後の横浜は空襲で焼け残った主要な建物、港湾施設などを連合国軍に接収され、およそ10万人の兵士が駐留することになります。こちらは占領軍のかまぼこ兵舎が並ぶ1950年代前半の横浜市中区吉田町周辺です。左上が桜木町駅で、左下から流れるのは大岡川、中央の川は波大岡川です。当時野毛山からこの風景を眺めたという方もいらっしゃるかもしれません。画像は昭和21年、桜木町商店街から当時の波大岡川に架かる吉田橋を進駐軍が行進している様子です。戦後直後、市民の暮らしは悲惨を極めます。食料は底をつき、町には失業者があふれ、戦火と接収により住む家をなくした路上生活者が3000人を超え、戦争孤児も1100人に上ったと言われています。そんな中、接収されない地域が多く残り、数少ない日本人の町であった野毛は桜川沿いをはじめたくさんの露店が立ち並ぶ闇市となり、野毛に行けば何でも揃うと言われるほどの賑わいを見せるようになります。桜川沿いにあった露店の一帯はカストリという密造焼酎を提供する店が多かったことからカストリ横丁、また当時の貴重なタンパク源でもあったクジラ料理を提供するお店が多かったことからクジラ横丁とも呼ばれていました。
ちなみに場所は定かではありませんが、俳優の高倉健も若い頃には野毛の屋台で進駐軍が一回飲んだ出がらしのコーヒーを飲んでいたというエピソードも残っています。そしてかつて石炭ビルがあった場所の裏手にはくすぶり横丁がありました。この石炭ビルの前には当時寄せ場と呼ばれる日雇い労働の求人業者と求職者が多数集まる場所になっていました。現在ですと石炭ビルは正面の建物で、この左側の路地がくすぶり横丁に該当します。当時大岡川などの川には簡易宿泊所として利用される水上ホテルがありました。主に日雇い労働者が利用していたといいます。この水上ホテルすら利用できない人は町内の家の軒下を利用するなどして野宿するしかなかったと言われています。戦後の生活の苦しさはあったものの、戦後にはエンターテインメントの面で発展を見せていきます。昭和21年、現在 JRA ウィンズ横浜がある場所にマックアサー劇場が開業します。洋画専門の映画館実演劇場として中区宮川町3丁目に開館し、マックアサー劇場という名称は公募で決定したと言われています。さらに翌年、マックアサー劇場の隣に横浜国際劇場も開館します。こちらはあの美空ひばりが本格デビューした場所として知られています。美空ひばりが横浜国際劇場のステージに立ったのは開業の翌年、昭和23年だったそうです。美空ひばりがよく通っていたという松葉寿司の前には現在美空ひばり像があります。この2つの劇場以外にも野毛にはたくさんの映画館がありました。まず昭和22年に開館し、今もなお営業している高音座です。ピンク映画やゲイポルノといった個性的な作品の上映が中心です。こちらは昭和26年に開館し、平成3年頃に閉館した横浜文化劇場です。こちらは昭和27年に開館し、平成7年頃に閉館した横浜ニュースです。東急東横線桜木町駅改札口を出て右側の信号を渡ってすぐのところにあった映画館です。関連性のない日本映画をランダムにくっつけて3本立てで興行していました。そしてこちらはカモメ座です。昭和27年に開館し、平成14年頃に閉館しました。今回紹介している劇場映画館の中でも現在営業しているのは高音座のみです。横浜に限った話ではありませんが、思い出深い映画館劇場が次々となくなってしまうのは少し寂しいですね。さらに昭和23年空襲で焼失したジャズ喫茶ちぐさが復活します。戦中は兵役に召集され横浜大空襲で店を失った吉田守ですが、昭和21年6月に復員しちぐさを再開したと言われています。戦後当時ジャズ文化がいち早く花開いた場所が横浜で、その拠点となったのがちぐさでした。店の常連やジャズメンたちから千数百枚のレコードを手に入れ再開したと言われています。その中には V ディスクがありました。この V ディスクとは米軍が前線や占領地の兵士に公式に配布したレコードで、軍用品にあたります。これがちぐさにあるというのは軍の物資の横流しにあたり違法行為ですが、気づいていた MP も黙認していたというエピソードが残っています。レコードがとても高価で貴重なこの時代、若いバンドマンたちは横浜の米軍クラブで演奏する傍ら、ちぐさへやってきて必死に曲を覚えたといいます。やがてちぐさはプロミュージシャンたちのたまり場にもなっていき、渡辺貞夫、秋吉敏子、日野照正など日本を代表する世界的なジャズプレイヤーが育っていったと言われています。平成6年に吉田守が亡くなった後は妹の吉田孝子さんと有志の常連客数名によって営業が続けられましたが、平成19年に一度その幕を閉じます。平成24年からは現在の場所で営業が再開されます。創業90年となる令和5年の3月にジャズミュージアムちぐさとして新たな建物に生まれ変わる予定です。このように次々と戦後復興により都市化が進み、文化芸術面でも発展を見せる中で、桜木町駅で大惨事が発生してしまいました。それが昭和26年桜木町事故です。桜木町駅構内で発生した列車火災事故で死者106人、負傷者92人に及ぶ被害を出しました。火災発生の直接の原因は架線工事のミスで、多くの死傷者が出たのは自動扉が開かず乗客が脱出できなかったためと言われています。この事故がきっかけとなって自動扉付きの客車内には非常ドアコックの設置と表示が義務化され、緊急時にドアを乗客が手動で開けられるように法令が改正されました。一方、野毛山の発展も進みます。昭和24年3月から3ヶ月間神奈川区丹町と野毛山で日本貿易博覧会が開催されます。野毛山会場には児童館、観光館、科学発明館、天文館が並び、
科学発明館ではテレビが一般公開されました。こちらの写真は昭和24年準備段階の写真かと思われます。その後の昭和26年日本貿易博覧会の会場跡地に遊園地と動物園が併設されます。入園料は大人10円子供5円でした。昔は飛行機の乗り物や観覧車列車の乗り物などがある遊園地でした。こちらは閉園となる昭和39年に撮影された野毛山遊園地の8ミリフィルムです。非常に貴重な資料と言えるでしょう。幼稚園の遠足のようで園児たちが本当に楽しそうに遊んでいますよね。しかし昭和39年には水道排水池の整備工事によって遊園地は閉鎖となってしまいます。遊園地のすぐ隣には野毛山動物園、こちらは平成15年10月に59歳で死ぬまで52年間を過ごした象の浜子で昭和26年開園直後の命名式の様子です。こちらは昭和45年頃の入り口のキリンゲートです。象の浜子と並んで特に人気だったのが世界最高齢を記録したフタコブラクダのツガルでした。こちらは野毛山動物園昭和39年の8ミリフィルムです。先ほどの遊園地と同じ日に撮影されたものです。戦後の復興の中で昭和26年4月1日に開園し、令和3年で70周年を迎えました。親子3世代で動物園を楽しむ家族も多く、横浜市民の憩いの場として野毛を代表するスポットになっています。ちなみに入園料が無料になったのは昭和39年に遊園地が閉鎖になったタイミングと言われています。覚えている方も多いかもしれませんが、野毛山にはかつてプールがありました。この野毛山プールも日本貿易博覧会のために作られた噴水池が元になっており、博覧会終了後に競泳用の50メートルプールに改装されました。水泳大会のアナウンスが聞こえてくると夏が来たと感じたという方も多いのではないでしょうか。時にはこのプールでプロレスが開催することもありました。しかし耐震性に問題があり、利用者数も年々減少していたことから平成16年度には運営を中止、平成21年度にはプールは解体されることになりました。戦後復興も進むと町の発展に伴いその整備も重要な課題になっていきます。にぎわいを見せていたカストリ横丁、クジラ横丁などは終戦直後その多くは違法な露天商の集まりでした。そこで昭和27年になると桜川の埋め立てが始まり、川に張り出した数多くの露天は撤去され、中区役所裏の2階建ての建物に集められることになります。それが桜木町デパートです。この桜木町デパートは木造2階建てで一室約3坪ほどしかなく、138部屋が密集する建物でした。昭和31年頃の店名一覧がこちらです。少し時を進めて昭和47年、桜川新道や高速道路建設のため桜木町デパートの立ち退きが始まります。その中の店の一部は長者町のエイトセンターなどへ散らばっていったと言われています。こちらは最近のエイトセンターの写真です。さらに昭和39年、野毛本通りの露天商も移動を余儀なくされます。東京五輪を機に美観向上と道路整備を図ることから、あるいは戦後を引きずるものを早く整理したかったからか、数多く存在した露店を収容する商業ビルが建てられます。それが今の野毛のシンボルの一つともいえる宮古橋商店街ビルです。完成当初は飲食店よりも洋品や雑貨を扱う店が多かったと言われています。緩い曲線を描いているのは大岡川の形状に沿って建設されたからです。
こちらが現在の宮古橋商店街のビルの様子です。ほぼ当時のままだということがわかります。そしてこちらは昭和30年代の桜木町駅前の様子です。当時の桜木町は最も交通量が多かった町で、右に見えるのが旧国鉄桜木町駅です。多くの路線が通る桜木町駅は市電を利用する人々の起点となっていました。戦後当時、桜木町駅前には共振デパートのほか、パチンコ店や喫茶店、飲食店がありましたが、一つにまとめようと7人の地主が駅前の再開発を計画します。そして昭和43年、桜木町駅前に桜木町ゴールデンセンターがオープンしました。ビルの上層部はオフィス、下層部はショッピング街、地下は飲食街という今では当たり前となった複合施設スタイルは、当時の横浜近辺では珍しいものでした。昭和57年の改装を機に愛称が付けられ、今ではピオシティというものが一般的となりましたが、正式名称は桜木町ゴールデンセンターのままとのことです。昭和38年頃の横浜を舞台にしたジブリ作品小栗小坂からにも桜木町の駅が登場しています。こちらは昭和25年頃の桜木町駅の様子です。多少時代は異なりますが、かなり細かく再現されているのがわかると思います。ちなみにこちらの駅は震災後に再建された2代目の桜木町駅になります。そして昭和39年5月、根岸線の桜木町磯子間が開業します。町が発展するにつれ、人々の交通手段にも変化が訪れます。道路は自動車であふれ、路面電車の利用者が減少してしまいました。以前は利用客も多かった市電の経営は赤字続きだったと言われています。結局昭和47年3月31日、横浜の路面電車は最後の運行を迎えます。翌年昭和48年頃の桜木町駅がこちらです。この時点ですでに路面電車は姿を消しているのがわかります。昭和45年には移動図書館浜風号が市内の団地の駐車場などを回り始め、多くの利用者で賑わいました。そして1980年代に入ると、桜木町を含む横浜の街に大きな影響を及ぼす事業がスタートします。昭和56年に事業の名称としてみなとみらい21が一般公募で採用され、昭和58年11月、横浜みなとみらい21開発事業が開始されます。こちらは1980年代初期の横浜から桜木町駅周辺を空撮した写真です。左下が桜木町駅付近で、左上が横浜駅です。中央に見えるのは三菱重工業横浜造船所跡地で、この造船所跡地を利用してみなとみらいは発展していきました。三菱重工業横浜造船所は造船業界の中心的な存在として時代をリードしてきた造船所でした。写真はその前身である明治24年に設立された横浜船協の大正11年頃の写真です。昭和48年に第2ドックが運用停止しましたが、1号ドックは昭和57年まで使用されていました。そして昭和58年、3年前から進められてきたドックを本牧金沢地区に移転する作業が完了します。しかしこの三菱重工で働く人たちが勤務明けに飲食していたのが安くて庶民的だった野毛エリアだったので、野毛の飲食店にとっては大きなダメージとなってしまいました。こちらは昭和60年頃の埋め立てが進んでいる港未来の様子です。造船所は跡形もなくなり、埋め立てが若干進んでいますが、まだこの時点では大部分が海のままですね。そして大規模な開発が進む中、1989年平成元年に横浜市政100周年を記念して横浜博覧会イエス89が開催されました。これを機に50年の歴史を誇る2代目桜木町駅舎はその役目を終え、3代目桜木町駅が誕生します。さてその博覧会のテーマというのは宇宙と子供たちというものでした。そのため子供向けのものが多かったと言われています。そしてこちらが博覧会の告知映像です。横浜はもうすっかり21世紀。横浜博覧会3月25日開幕。告知映像に登場しているのは手塚治虫デザインのブルアというマスコットキャラクターでした。ブルアという名前の由来は英語のブルーアース、つまり青い地球から来ていて、地球とその自然を何より大切だと訴え続けた手塚治虫の思いが込められていると言われています。こちらは横浜博覧会の乗り物マップです。当時のパンフレットにも乗り物や大型パビリオンの紹介があります。日本航空が主体となって開発を進めていた浮上式リニアモーターカー HSST も会場内で運転されていました。他にも三菱未来館によるイマジネーションというリアルな 3DCG や
縮小した模型の街ガリバーランドなど様々なものがありました。中でも一番人気だったのがコスモワールド子ども共和国内のアトラクションとして建造された観覧車コスモロック21でした。1989年から1992年まで直径全長ともに世界一として知られ、あまりの人気ぶりに博覧会終了後も横浜コスモワールドの一部として組み込まれる形で運営されることになりました。まさにバブル景気を追い風に成功した博覧会であったと思います。こちらは横浜博覧会当時の映像です。博覧会跡地は更地になり、再度未来都市への再開発が進んでいきます。こちらは平成3年頃の様子ですが、埋め立てがかなり広がっており、ランドマークタワーを建設中なのが分かります。このままバブル景気を追い風に、日本一の高層ビルランドマークタワーを中心とした最先端の街が誕生する事業が順調に進むかと思われました。しかしランドマークタワーを建てている途中でバブルが崩壊します。三菱地所が投げ出しかけたものの、なんとかランドマークタワーは完成します。しかし横浜ランドマークタワーが開業したのはバブル崩壊直後で、テナントの入居をキャンセルする企業が相次ぐなど順調な滑り出しとは言えませんでした。ランドマークタワーの一件が象徴するように、みなとみらい21計画はバブル崩壊による影響で深刻な状況に陥っていました。資金面の理由で中止になった開発計画も数件あり、放置されている空き地が目立つ状態が続きました。そして平成16年、みなとみらいの発展に伴い、野毛にとっては不運な出来事が降りかかります。みなとみらい線の開業と引き換えに、東急東横線の桜木町駅が廃止になります。桜木町駅が廃止されたことで、東横線を利用していた乗降客がいなくなり、野毛にやってくる人が減ったと言われています。三菱重工のドック閉鎖、東急東横線桜木町駅廃止による危機に対応すべく、野毛町づくり会事業組合が発足しました。昭和61年、荒廃しかけた町に人を呼び込み、野毛の町を全国に知らしめたと言われる第1回野毛大道芸フェスティバルが開かれます。さらに地価が下がり、テナント料が安くなったことで、若い世代の店主が現れるようになり、若い世代も野毛を訪れるようになります。そして現在のみなとみらいの様子がこちらです。横浜コスモワールド、横浜ワールドポーターズをはじめとしたレジャー施設やショッピングスポットなどが続々とオープンしました。さらにかつての造船所時代に使用されていた1号ドックは、日本丸メモリアルパークとして昭和5年建造の帆船日本丸が展示されています。この日本丸は重要文化財に指定されています。2号ドックは横浜ランドマークタワーの膝元にあるドックヤードガーデンとして生まれ変わりました。特に最近ではプロジェクションマッピングの開催が人気となっています。みなとみらいの近代的な建物が並ぶウォーターフロントの街並みは都市景観100選にも選ばれ、数多くの人がその風景や夜景を眺めに訪れる場所になりました。そして平成26年、シアルを商業施設として4代目桜木町駅が誕生します。はい、ということで今回は野毛桜木町の大正時代から現在に至るまでの歴史をたどってみました。戦後市民の生活を支えた闇市によりにぎわい、そして発展していった野毛、空襲により焼け野原となった地に公園や動物園、遊園地を建設し、市民の憩いの場として発展した野毛山、そして鉄道発祥の地として知られ、埋め立てに埋め立てを重ね、みなとみらいの玄関口として一気に栄えていった桜木町。桜木町の海側には高層ビルが立ち並び、未来的な香りを放つみなとみらいが、一方山側には戦後の闇市が起源の昭和の香りが色濃く残る野毛があります。相反する二面性を持っているからこそ、このエリアは魅力的なのかもしれません。この動画が良いなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。